い、どうも、リズムタカです。タカです。ジャンプ。はい、今回は、俺の足という、ああ、聞いたことある。スパイクショップね。行ってましたね。うん。まあ、アイムがモレリア赤ちゃん履いたりとか、ジャイさんがナイキのスパイクを履いたりとか。見たことないようなね。そうそうそう。まあ、簡単に説明したら、海外から輸入してる、まあ、海外限定のスパイクを取り扱ってる店で、普通のスパイクもあるんですよ。普通のスパイクもあるよ、なんと。だから珍しいのもあって、珍しいのがほとんど。もうスパイクマニアのめちゃくちゃオタクらしい。はい、ということでね、どんなスパイクがあるのか、なんか足の形も測って、なんかインソール、どこにどっちに重心が寄ってるとか、そういうのも分かんない。そういう測定もできるらしいから。すごいやん。そういうのもやってみて、じゃあどのスパイクが自分に合うのかっていうのもおすすめしてくれるから。すごっ。これがいいと思いますよみたいなのもおすすめしてるから。まあ、ではちょっと行ってみましょう。はいはい、行きましょう。わしの足ね。広島弁やな。人工芝になってるわ。もう入った瞬間にさ、ナイキの箱がありすぎて、そこにメイト。ほぼナイキ。はい、それではご紹介します。俺の足さんです。お願いします。どうぞよろしくお願いします。やばいっすね、これ。そうですね、最近だいたい何足あるんですか、今この中に。帳簿上だと1024でしたね。1024、やば。昨日の0時ぐらいで、あれね、こんな感じですよね。あこれや。そうなんですけど、これや、見て、めちゃくちゃ懐かしいやん、これ。これもうここでギャーン曲げるやつ。カーブできるっていう噂のでっか。これ俺小学生ぐらいやったで、これ。これだって2002年じゃなかったっけ。はい、もうおっしゃる通りで。そうっすよね、日韓ワールドカップの時の。日韓っすよね。何を書いてるんですか。全世界100足の。え、全世界で100足、はい、なんか後ろに。ドイツや。本当に34足目ってことですか。はい、そうですね。カイ・ハバーツ、はいはい、チェルシーの選手 の, あのチャリティーの返礼品みたいな感じのスパイク。ちょっと足のやつってそれですか。はい、測りたいです。え、やってもらっていいんですか。もちろんです。これそれぞれ足ありがとうございます。ではまず左足を真ん中の透明の手で移していただいて、はい、こちらの状態で上体を起こしていただいてお待ちください。はい、行きます。おお、これすげえかっこいい。いただきます。パラパラパラ、ギリギリで生きるやつもおるやん。ね、今からひどいことを言うと思うんですけど大丈夫ですか。はい、足が短いとかする。まだそこまで行ってないっす。すはい、こんな感じで計測をさせていただきました。めっちゃちゃんと出る。もう本当に 0.1 ミリ単位 で足の縦幅が 23.87 センチ、なんで足の実数23センチ台なんですけど、女性やん。横幅23センチ、横幅がちょうど 10.1 なんですよ。これがどういったことかっていうと、だいたい 25.5 ぐらいの横幅なんですよね。なんで 5.5 の横幅に多分 24.0 のスパイクを履くのが好ましいんですよ。そういったスパイクっていうのがもう多分めったにないのが正直なところで、あったスパイクに履いたことないですもん。そうですよね、多分、はい、多分今まで見ただけで幅広すぎるもん、こいつは。バケモンみたいな足してるやん。バケモンみたいな足とおっしゃっていただくことに関しては私一切否定はできないです。バケモンみたいな足をあったスパイク入ったことないですよ。なんで日本国内で合うスパイクって多分ほとんど終わりです。いや、あの C って言うのも気づいてました。それは無理やな、無理やな、これ言うてるやん。終わったやん、さっきからやめようかな。もう一つだけあります。ごめんなさい、後ろ失礼します。中敷き屋のなした BMZ の野球シューズみたいです。これが多分 4E ぐらいまで。これはなんか、なんかもう広っ。やばい、やばい、やばい、この高いの野球6つみたいですね。あ、そうですね、よく言われます。幅広っって、多分違和感なく履けると思います。え、マジで幅はひどいよ。それはいいってことで。うん、だって新品のスパイクでこんな簡単に入ったら初めてやもん。あのケリオと呼ばれる。ケリオ、はい、名称になっております。ケリオ、多分日本市場においてもこれよりも横幅の広いスパイクは僕も知らないぐらい。え、
あの先に解きますけど、僕企業案件じゃないんでね、本当に横幅広いんですよこれ。いやこれいかついな。なんで、はい、こうクソ広い。ちなみにあのお値段の方は、あの定価がなんと、あの定価3万8000円の税込みなんです、なんですが、はいはい、なんですけど、はいはい、あれ3万8000円、はい、まあ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 ここまあなんですがですね、はい、あの今の時期だけ、はい、あの3月の終わりだけなんとか2万7500円でうちは出してるんです。いやこれ行く行こう。じゃあ俺これちょっと買いますわ。あらっあらっ自己投資としてこれは。ありがとうございます。確かにし、これ多分視聴者の方も気になると思うんですよ。あ、そうですね、はい、やっぱりこんな靴見たことないからほんまに。てか俺も気になるっす。はい、プロ選手とかで履いてる人いないですか。あの小林勇輝さんって呼ばれる今韓国の2部にいらっしゃる方が今使ってらっしゃる、元日本代表する、はい、えマジでやっぱ目つけるぞこれ渋いわではちょっと乗ってみていただいて、はい、白いところにこれレビューしますよ。いただいて、はい、おお細長い細長いですか、はい、これ細長いですよ。乳首やられるんだって。はい、こんな感じです。しげしげさんの、え、俺の方が幅広いやん、左で、俺がね、ゆむくんとの色違いですよ。これ多分結構いけると思う。え、かっこいい。ゆむの赤のやつか。はい、の青。かっこいいよこれ、めちゃめちゃ。ちょっと、はい、どうですか、いかがですか。買います。いや、まだ早いよ、お前、俺ちょっと待ってください、私も候補出さないでください。お買い上げです。お買い上げです。これ普通に入る、入るっていうか、まあ、そうだよね。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 入っちゃうよね。じゃん。うわー、それはいかつい。エースや、エース。はい、エース 16.1。エース。だって、高中だもん、見てて、これ。はい、そうなんです。その、なんで形で見てわかる。足元からバリングやん。もう、ここが高い。待って。見て。それめちゃくちゃええやん。え、これ超かっこええやん。買います。いやいや、俺やって。えぐい、意外これだ。買いますか。買いませんか。値段聞いてないですけど、買いますか。買いますか。値段重要やろ。いや、重要じゃない。重要じゃない。自己投資やと思って。あの、自分の足に合うスパイクを今やってくれとんで。で、値段とかちゃう。値段とかちゃうよ。はい。お前もう変わってる。お前はバランスが悪くて怪我しましたと。うまい。で、測ってやってくれましたと。そのスパイクどうするんですか。これ買うしかないやろ、そんな。買います。買います。待ってください、待ってください、待ってください。もう少しだけお願いします。蹴りようがいい。ナイキです。ナイキ出た。おお、何これ。ファントムビジョン2のエジ。おい、もうファントムやん。これも海外。はい、海外にしかない。だって見たことない、そんな色。ファントムビジョンの日本には売ってない人工芝用みたいな。どうですか、今。それだ。これっすね。お、今4000円ですね。これだ。うわ、これだ。もうこれで。あらっ、やったー。これマジでいい。でもすごいんだよ。だから自分に合うスパイクをほんま出してくれる。全部あって、今のところ。さあ、最後いきますか。いきます、お願いします。はい、いきます。はい。めっちゃ粘度癖ありそうな足ですね。俺めっちゃ粘度しますよ。そうだと思います。すごっ。きた、粘度足。ないです。意外に横幅が広かったです。あだす。こんな感じ。あだす。あだす。で、まあ、比較的足の形がすごく綺麗ではあるんですけど、捻挫はしやすいのかなって。俺めっちゃ捻挫するですよ。そうだと思います。本当にここら辺とかた多分めちゃめちゃ痛めてそうな。めちゃくちゃ捻挫してますけど。してます。気にしない。うん。捻挫してするもん。クイッと戻す。クイッと戻す。戻す。すごいですね。どういうこと？どういうことですか？捻挫こうやってクイッてもうなんか多分、はい、足も言ってるのかわからないですけど、クイッて捻挫してもなんか。ちょっと待って。シャバに。人間じゃないです。シャバに。値段やばいの出していいですか。五万円。五万。誰がしますか。え？五万円するんですか。箱が五。買います、こいつは。買います。いや、物によっては、ね、怖いんですよ。うわ、なんかすんごい。これはいかつい。5万かぎゅうきあります。ちょっと厳しいです。何です。いたあの履いてみましょう。履かへん履かへん。履いたら欲しなるから。欲しなるの。じゃあ逆にお休みに行きます。あ、もうこれも多分に日本には売ってた珍しくもなんともないです。ポグバイ。あ、もうおっしゃる通りで。確かに本当長。ちょっとハイカット気味。これいかついで、お前。え？
全世界400足限定の。400人行っとけお前、行くかお前行け早っ分かる。え、でもお前なんでよ、横幅は大丈夫だと思うんです。横幅全然ないです。縦もちょっと、はい、縦もそれぐらいがちょうどいいので。これ珍しくないんですか。はい、珍しくもなんでもないです。これは見たことある。はい、普通にた多分店頭に置いてたと思います。そうなんだ。もうなんだそれ。それやろ。バナナや。いや、あのワレリアネオ2の海外限定モデルになります。え、なんかぴったりじゃないけど。お前それやろ。それやろ絶対。バナナカラーや。どうですか、いかがですか。めちゃくちゃいいねけど。一等。どうですか、いかがですか。足めっちゃでかんのよ。確かに。でもちょうどいいの。え、めちゃくちゃちょうどいいやん。これにします。じゃあ、やった、ありがとうございます。かましていただきます。ありがとうございます。はい、ってことで、なんやかんやスパイク購入しました。あざーす、ありがとうございます。ケイゴが、まあ、ケリオ、はい、あの DMZ の、はい、商品ですので、はい、ちょっと、はい、あのレビューとかもいろいろ。あ、これちょっと、ね、マジで、はい、みんな見たことないと思うんで、これマジでレビューします、これは。はい、ありがとうございます。僕がモレリアネオ2、はい、海外限定から、はい、コリアンタイガーと呼ばれる非常に珍しい商品、コリアンタイガーですよ、なっております。はい、僕がファントムビジョン2で、ここの後ろの、はい、これが日本で売っていない人工白目の商品になっておりますので、ぜひこちらもお使いいただけると思いますので、12月28日にここにある在庫全部出します。1000足あります。え、28日もう28日の21時に在庫1000足分が私のネット通販に出します。あ、もうすやばいっすよ。もう1日でうん百万が動くと。もう動く。で、ね、ちょっとね、今回間に合わなかったんですけど、なんとシューズケースをめっちゃつけます。なんと1000枚。1000枚って。こんな感じのシューズケースを、はい、購入して全員に。俺の足シューズが。はい、しかもちゃんとリュックとしても使えるんで、これをですね、めっちゃいいっすね、あのスパイクを買っていただいた方は、はい、あの、お付けさせていただくので。今日、9時から。出てるんで、概要欄から。9時からね。はい、もう本日ね、1時から。概要欄チェックしたら、ありがとうございます。ということで、あの、俺の足さん、東京の方にね、ございますので、概要欄の方に貼ってありますので、ぜひ皆さん、ホームページと、ね、その、ネット通販もありますので、チェックして皆さん、購入してください。めちゃくちゃレアいスパイクとかめっちゃ置いてあるので、ここ来たらチェックも。あ、もちろん、はい、もう足型。いや、これマジで足型だけでいいんで、一回した方がいいと思う、サッカーやってる。自分にね、あったスパイク、うん、入手できる、買えるから。はい、ぜひお待ちいただければと思いますので、はい、皆さんお待ちしております。いや、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。